はい、こんにちは、影村です。無炭酸コーラっていうものをセブンイレブンさんで見つけたので、今日はそちらの方ご一緒にご覧いただきたいと思います。メーカーさんは日清ヨークっていうところなんですけれども、無炭酸で乳酸菌飲料ということです。それでは原材料名ですね、ご一緒にご覧いただきたいと思います。こちらブドウ果糖、ブドウ果糖と、すみません、ブドウ糖果糖液糖ですね、すみません。乳製品、果糖、砂糖、パーム油、デキストリン安定剤、ペクチン、酸味料、香料、カラメル色素ですね。その上、カロリーの方は 100ml あたり 48kcal ということです。あとはそうですね、なんか L カゼイ菌使用ということなんですけれども、どんな味がするんでしょうか。あ、ここに説明書いてますね。コーラフレーバーを使用したコーラ味の乳酸菌飲料なの。生きたまま腸に届く L ガゼイ菌入りよ。さあ、あなたもコーラ乳酸菌飲料でということなんですけれども、はい、無炭酸コーラの中身です。ちょっと何でしたっけ、マミーに似た感じで、ちょっとドス黒い感じでしょうか。それではお味の方いただいてみたいと思います。チェックしてみたいと思います。お、コーラ風味で、そうですね、喉越しはマミーみたいですね。なかなか美味しいですね。ちょっと合わないんじゃないかなって思ったんですけど、なかなかいけます。ちょっともう一回チェックしてみます。おお、いい感じ、いい感じやけど、なんやろ、そうですね、ちょっと変わった感じで、まあなかなか美味しいです。マミーみたいな感じで、でコーラ混ぜてるみたいな感じですね。で炭酸がなし、なかなかいいんじゃないでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。